クール部代表の溝です。今回はこちらです。僕のインスタグラムで人気だった簡単で可愛くなれるハーフアップ4つをご紹介します。で今回は下準備とか、作り込み方とかですね、そういったものは省いてプロセスを中心にどんどん4つご紹介していきますのでよろしくお願いします。まず横の髪ですね、耳あたりで分けて遅れ毛を残して、これを斜め後ろにこういった感じでねじりながら後ろでくるりんぱします。ポイントは必ず角度を下げてください。下げないと顔周りが膨らんでしまいます。で毛束を引き上げます。でこれでほぐすところとほぐさないところの間隔を空けながらルーズにほぐしていきます。こうすることで立体感が生まれますので、必ず全部ほぐすのではなくて、このねじれのところをほぐすところとほぐさないところを作ってほぐしてください。で表面も少しほぐして毛先を巻けば完成です。でハーフアップの毛先の巻きなんですけど、毛先はもうざっくりワンカールつけて、表面の髪をこのような感じで一部取って少し強く巻くと全体的に立体感が出て可愛いのでおすすめです。完成しました。でこの応用なんですけど、これ今回くるりんぱしたんですけど、ここをロープ編みですね、タイトロープにしたりとか三つ編みですねにしたりとかしてアレンジを加えるといろんなバリエーションができますので試してみてください。で次2つ目ですね。このような感じで丸く表面の髪を取ります。これで角度を下げて三つ編みしていきます。ここ編み込みじゃなくても大丈夫です。ざっくり3つに分けて三つ編みします。で、ある程度三つ編みして毛先留めるんですけど、途中でほぐしておかないとここが硬くなりますので、こういった感じでほぐしながらこれを作っていきます。ほぐしながら作って三つ編みをしていきます。これである程度毛先を残して、これぐらいになったら毛先をゴムで留めます。で次に遅れ毛をこんな感じで残して、横の髪ですね、耳の後ろぐらいから取って角度は下げてくるりんぱします。でこの時によくこの隙間が空きやすいので、下がりすぎても上がりすぎてもいけないので、ちょうどこの斜め後ろぐらいですね、こんな感じで隙間がないように確認しながら、鏡で確認しながらくるりんぱしてください。でゴムで留めましたらくるりんぱしていきます。でこのくるりんぱの毛先なんですけど、こういったアレンジスティックですね、指で通しても大丈夫なんですけど、アレンジスティックなどで通すと簡単にこれが隠れます。こういう感じですね、三つ編みのところに通して戻します。こうすると綺麗にくるりんぱの毛先が隠れます。はい、完成しました。でハーフアップと三つ編み、この2つって結構一番可愛いとかフェミニンによりますので、そういったファッションとか好きな方にはぜひおすすめです。で3つ目いきます。3つ目は表面の髪、また丸く取りまして、今度は右寄りですね、右寄りで角度を下げてゴム留めします。ゴム留めだけでいいです、くるりんぱしなくて大丈夫です。いきまして遅れ毛を残して、この横の髪を軽くねじりながらゴム留め、後ろにゴム留めするんですけど、次は先ほど右寄りだったのに対して今度は左寄り、ここら辺ですね、ここでゴム留めします。でゴム留めしたら毛束を引き上げますですね。で次にこの耳後ろの髪ですね、この耳後ろの髪を取って、今度は右寄りですね、右寄りで次はくるりんぱをここでします。でくるりんぱしましたら、これ土台が完成しましたので、全てほぐしていきます。でこのほぐしもいつも通りですね、ほぐすところとほぐさないところを意識しながらほぐして作っていきます。でこの後頭部のところですね、後頭部は一番高さが出るように毛束を引き上げます。はい、完成しました。このアレンジの特徴は作り込んでないラフ感が特徴ですので、普段のファッション、カジュアルとかラフなファッションにもおすすめです。で4つ目ですね、4つ目は遅れ毛を残しまして、上半分の髪を取ります。これも耳の上の位置あたりで上下に分けて、で上の髪でお団子を作ります。でお団子なんですけど、簡単な作り方はゴムをこれ二重にしてるんですけど、二重にして最後の通す時に毛先を抜き切らずにこのような感じで作ります。で
このお団子後からほぐしますので、これぐらいのボリューム感ですね。後からほぐして大きくしますので、最初はこれぐらいの大きさがおすすめです。それでは全体をほぐしていきます。毛束を引き出して、後頭部のところ一番ボリューム出てもいいので、ここに一番高さを出してほぐして、で、ほぐすところとほぐさないところですね、作ります。で、お団子はこのような感じで、ちょっといろんな角度からほぐします。いろんな角度からほぐして、小さくお団子作ったのをほぐすところだけ大きくすると立体感が出て可愛いです。で、この余ったお団子の毛先なんですけど、ここは少し跳ねさせたりとかすると動きが出て可愛いです。はい、今回以上になります。いかがでしたか？今回ハーフアップだったんですけど、ハーフアップのいいところは普段の日から、まあ、イベントなどのお呼ばれまで幅広く使えることですので、ぜひ皆さん一回練習して本番に挑んでください。ありがとうございました。